コバチャンネルベータ、はい、コバチャンネルベータの時間がやってまいりました。今日は、まあね、タイトル見ればわかるんですけど、今なんかこう18歳から選挙っていうのかな、選挙でなんかそういう選挙があるなら、その未成年、その今ほら18歳ってまだお酒とか飲めないじゃないですか。だから、まあ、20歳からじゃなくてその18歳に引き下げについて、まあ、その賛成と反対意見があって、結構その反対意見の方が結構多いらしいんですよ。で、俺あんまね、そのバカだから政治とかそういうもう経済関係全然もう全く分かんないんですよ。でも、まあ、今日は、まあ、そういうまあメリットとデメリットをね、両方話したいと思います。まあ、なぜかというと、まあね、18歳くらいお酒が飲めるぞイエーっていうと、まあ、反対側の意見がねちょっと荒れると思うので、まあ、今日はまあ両方の、まあ、メリットデメリットをね両方言っていきたいと思うんでね、もしよろしければ見てください。まずそのお酒を、まあ、その18歳にした場合っていうのは、まあ言ってほらもうなんか今なんかさ、昔ほらこう鼻なしとかさ、結構そうタバコの動画とかさ、あとツイッターとか見てるとこう未成年の飲酒喫煙とかさ多いわけじゃん。でやっぱね、18歳くらいの年になると、やっぱこうなんていうのかな、かっこつけとかでもないんだけど、やっぱそういう大人の楽しみっていうのをやっぱやりたいらしいんですよ。やっぱね、もう飲んだりとかさ、ね、吸ったりとか、やっぱそういう大人の気持ちみたいな、やりたいと思うんですよ。で、まあそれはそれでいいんですけど、ただ、デメリットがあるんですよ、そこには。そのデメリットっていうのは、やっぱ18歳から、高1からまあバイクは取れるんですけど、まあ車だと18歳からじゃないですか。だから、まあ、もし未成年じゃないや、18歳がさ、酒飲めるようになってさ、こういっぱいいるので、もうベロンベロンなのにさ、車の運転してさ、こう交通事故とか結構こう多くなっちゃうと思うんだよ。多分そこがデメリットだと思うんですよ。まあ、でも言うても俺もね、まあいいも悪いもまあ何とも言えないよね。確かに、まあ、飲める目線だと確かにまあいいかなと思うんですけど、やっぱそういう事故、まあ、事故事件とかだとやっぱちょっとまだ早いのかなと思います。まあ、でも言うてね、そんな法律作ってもなんかあんま意味ないんじゃないかなと思うんですけどね。うん、そんなら選挙もなんか選挙とかまあ自分わかんないんで、もう適当に入れていくんですけどね。もう自分ほんとバカなんで。はい。まあ、というわけで、皆様はね、どうですか？反対か、賛成か。まあ、もし、コメントで、書けばいろいろこう、対応はしていくので、まあ、バカなコメントには返していきません。というわけで、バカが、なんか、意見を言う会議でした。バイ。